雪の効果で。せらさん、これおかしいものがあるんです。え、何があります？興奮剤があるんです。ちょっとエッチチじゃないですか、これ。ちょっと何使うの？それはエッチじゃない、興奮剤、興奮するんですか、飲ませたら。ちょっとや、これ子供がやってもいいゲームじゃないんですよね、これ。それはセラさんの頭がピンクじゃないですか。なんだ確かにピンク色好きだけど、あ、でも興奮剤ですよ、興奮剤。興奮するでしょ、これ違う、日本語間違ってる、私。いや、合ってると思いますけど。興奮剤、その興奮ではない。はい、はい、興奮させるっていうのには怒るとか怒らせるとかそういうのも入ってくるんですよ。あ、そっか。はい、そうなんだ。興奮剤って普通にあ、でもそれおかしいでしょ、怒らせたらもっと相手強くなるのに、なんでそんなバカなことするんですか、わざと薬まで作って。それで、混乱したり。だから、そのエッチな興奮だな、やっぱり。え、違う。だって、弱くなるとき、テーミングするっていうのが自然じゃないんですか。怒ったら、もっとやばいでしょ。怒らせて、怒らせて殺されるんでしょ。違う敵に当たらせるっていうのもありますよね。あ、セラさん、賢い。はい、自分じゃないところにダメージを持っていかせるみたいなのもあります。日本語難しいですね。これか、気絶うちが回復するか、喉が乾く。あ、これ、この興奮剤は、自分で飲むやつですね。自分で飲む？え、飲む？どうするんですか？なんで自分で興奮剤飲んで興奮する？なんでそんなことつけてはするんですか？エナジードリンクみたいな、エナジードリンクみたいな感じで。じゃあエナードリンクで買ったらいいのに、なんで興奮剤って使うんですか？気持ちが高まるとやる気が出るじゃないですか、はい、それが興奮するって。え、興奮するんだ、日本人は。興奮するっていう、興奮するっていうのは感情が高まることを大まかに指すこともあると思うので、はい、怒るとか、あとはすごく元気が出てくるとか、はい、そういうのも興奮するって言うんですか？自分が飲んで怒る、なんで飲むんですか、痛い。この場合の興奮剤は、力が強になるってこと、はい、すごく元気が出てくるの方の興奮だと思います。つまり興奮になったって強くなったって敵殴れるってこと？興奮するからすごく元気がみなぎってきて、で本当だったら気絶していたけど、その気絶を乗り越えるくらい元気が出てくるよっていうことです。じゃあエナドリンクでしょ、なんで興奮剤なの？多分アークが恐竜の世界の話だから、あー、それに合わせて、はい、合わせてちょっと古い言い方をしたり、あと薬、納得しました、薬としての使い方です。はい、なるほど、そういうことか。アークの世界観だったらもうオッケー、興奮剤、そっか、オッケー、納得、理解しました。優しいですね、セラ先生。こういうのを落ち着いて説明してくれるセラフ君、偉い。だって、韓国のリスナーさんが。そうなんですね。ありがたいですね、マジで。優しい先生だ。